はい、どうも、秋トントンです。米の生産量世界一って、そう、中国やんな。まあ、今回そんな関係ないねんけど、はい。三平方の定理証明っていうことで、スタートンと。秋トントン。まあ、前回三平方の定理の基礎みたいな動画を上げたと思うねんけど、三平方の定理って言われたら何やった？はい、斜辺の2乗っていうのが他の2辺の2乗の和に等しいよっていうのを教えてますと。 OK で、方程式やから別に入れ替えても一緒ですよ。他の2辺の、2乗の和っていうのは斜辺の2乗に等しいよ。これが三平方の定理なんやけど、これをなんで成り立つのかっていうのを今回、やっていきたいねんけど、三平方の定理っていうのは実はめちゃくちゃ綺麗なやつやから、あのね、証明方法っていうのがいっぱいあります。で、今回、アキトントンが出してる本があるんやけど、まあ持ってる人もいっぱいいるとは思います。持ってますよね。はい。で、これに書いてるような証明方法でやっていきたいと思います。で、本はここが A でここが B になってんねんけど、同じような方針でやっていきます。OK ですか？じゃあやっていくと、この三角形、直角三角形を4つ用意するんだ。OK？ どういう風に4つ用意するかって言ったら、まずこういう風に、一つ書きます。ちょっと分かりやすく書こうか。短い方を A としよう、長い方を B としよう、で90度斜辺が C とするね。で次ここに A を持っていくんだな。で、こんな感じかな。はい、そしたらここが A、 ここが B。 じゃあ次ここにまた三角形を書きますと、そしたら90度で A で B ってなるか。いける？4つ用意して、あと1個な。じゃあこういう風に用意できるよねっていうのが分かると。OK？ で、短い方が A で長い方が B と。OK？ こういう風に4つを合体させるねんな。そしたら中に正方形ができるやんか。分かる？一辺が C の正方形ができますよと。これの面積をちょっと考えていきたいねんな。この大きい正方形の面積。そしたら三平方の定理が導けます。はい。OK？簡単やで。大きい正方形、この正方形の面積どうやって求める？正方形の面積は一辺かける一辺、つまり一辺の2乗なんやけど、一辺は今回 A たす B やんな。 OK、 ちょっと舐めてんな。はい、正方形の面積って言われたら、大きい正方形な、大きい正方形の面積って言われたら A たす B の2乗なんですよね。 OK、 一辺が A と B を足したやつやから、いける？そしたらこれ展開したら A の2乗プラス 2AB プラス B の2乗になります。はい、じゃあ次、これもともとこの三角形が4つありましたよね。で中に正方形できましたよねって言って、三角形4つと小さい正方形で面積求めれますよね。三角形4つっていうのはこいつ、どういう風に面積が求まる？ A×B やな。底辺×高さやろ、90度やから、分かると。だから2分の 1AB、 それが4つあるな。 OK、 で中の正方形を足すと、これ正方形の面積は一辺かける一辺、一辺は C やから C の2乗と。 OK、 じゃあこれちょっと綺麗にすると約分されて 2AB プラス C の2乗になるの分かる？4と2で。それで今求めた、この正方形、大きい正方形として面積求めたやつと、三角形4つと、小さい正方形として面積求めたこの2つっていうのは同じこと言ってるよね。同じやつを違う見方してんねんな。数学ではこういうことをよくやります。日常でもあるかな。アキトントンのことをアキトントンって呼んだり、アキトンって言ったり、トントンって言ったり、アキトンって言ったり、同じ人に対して違ういろんな見方があるよね。それと同じな。同じこのでっかい正方形に対して、でっかい正方形で面積求めた、え、もともとこういう風に合体したよねって言って面積求めた、つまりこの2つは同じことを言ってる。数学で同じと言ったらイコールで結ばれますよ。 A の2乗プラス 2AB プラス B の2乗っていうのは 2AB プラス C の2乗ですよっていうことで、 2AB と 2AB 同じ、これこっちに持ってきたらマイナス 2AB になるよ、つまり消えるっていうこと。 A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗になるよっていうので証明完了だよ。すごくない？同じやろ。はい、もちろんこれを逆にしたら C の2乗イコール A の2乗プラス B の2乗になるから証明完了と。いける？だから三平方の定理の証明は意外とみんなできると思います。他にもいろんな証明方法とかあるから自分で見つけてみると面白いかもしれないです。アキトントンの本持ってる人はページとか見ながら、あ、今回こことここがちょっと変わってるけど同じようにやってるなっていうので理解深めてください。はい、で、まあ三平方の定理は中学生の入試でめちゃくちゃ使うのでぜひできるようになってくださいね。ということで今回のまとめノートを貼るので、もう一回ね、自分で、証明してください。証明っていうのはこの動画を見返してね。はい、まとめノートです。
この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、アキトントン知らない友達いたら広めてください。アキトントンってオンやでって感じで LINE に貼れまくって、バイバイ。